サッカーキング編集部小松です。ロケ担当ということで本日もロケにやってまいりました。2018年の夏以来となる J ビレッジに来ております。今日はですねこちらの J ビレッジを使ってですね後ろにも看板がありますが、ソングオブジェアース福島、311というイベントが3月10日と11日にわたって2日間行われるということでやってまいりました。イベントの内容としては音楽であったりとか、まあ、後ろの方にも今見えてますけれどもいろいろなブースが出たりとかしてですね、まあ、311、東日本大震災があった日、ということもありまして、そういった部分の支援の部分を、まあ、伝えていこうじゃないかというようなイベントになっております。ご存知の方もいると思いますが、キャンドル・ジュンさんが主催をしていまして多くのアーティストさんがライブなどをやると。僕が来た理由はですねその中でもサッカー教室が行われるということでいろいろな福島の高校ですとかゆかりのある方ですとかアーティストの方もなんかもしかしたら飛び入り参加するかもみたいなことがあったのでちょっと僕としてもですね311の話は機会があるために伝えていきたいなとは思っておりましたのでこうやって来たとこういう運びになっております。では行きましょう。サンフレッチェ広島、ヴィッセル神戸などで活躍されまして、最後福島ユナイテッドで、プレーされて昨年限りで、現役を退かれた茂木博さんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。茂木さん、まあ、昨年で、現役引退されて、はい、現在はどういったご活動を、そうですね、今は鍼灸師として、活動しながら、小学生だったり、青年代だったり、指導も含めて、いろいろ活動しております。はい。なんか現役時代でも鍼灸の資格を取ってますか？そうですね。現役中に学校に通って鍼灸師の資格を取得してました。ちょっとセカンドキャリアっていうところ。そうですね。はい。今日なんですけど、はい、まあ、こちらの J ビレッジを使って、はい、東日本大震災ですとか、まあ、他にもちょっと災害が多いので、まあ、そういったところで復興のイベントをやっているということで、はい、今回についてはこう、ね、ピッチを使って、はい、子どもたちと触れ合える機会っていうのも、はい、そういった子どもたちへの何ですか、そう指導をされていらっしゃるというところもあるということだったので、はい、子どもたちへの指導の喜びとかいうのもやっぱり感じられる部分は結構多いですかね。はいはい、子どもを知ってるともう純粋に楽しんでいるっていうかサッカーを純粋に楽しんでいる姿っていうのを、まあ、いつも、見せてくれるので、まあ、そういう意味では本当に心の底からやっぱサッカーを楽しんでいくっていうのがやっぱり必ずその気持ちがあれば上手くなると思いますし、そういう気持ちを持って、みんな取り組んでくれているのですごくこちらも嬉しいです。はい、何か一つのことに情熱傾けると、はい、やっぱりこう生きる気力にもなりますし、そうですね、まあ、そういうものをね一つでも持つことで人生豊かになりますし、楽しんで生活することができるんじゃないかなと思います。小木さんご自身は、まあ、東日本大震災があった後に福島ユナイテッドという震災で、まあ、地元のクラブも、はい、こういうことでプレーするということで、やはり、まあ、そういったところへの、何かできることはないかという思いも込めての、まあ、地元に戻ってきたというところだと思います。そうですね、まあ、自分自身まだ、ね、選手としてプレーできるという自信もありましたし、まあ、そういう気持ちがある状態で、まあ、最後地元でプレーしたいなという思いもありましたし、まあ、震災という、ね、そういうものもありましたし、まあ、総合的に考えて、まあ、最後地元の福島で何ができることがあるかなと思ったっていうのが、まあ、一番理由ですね。はい、こう改めて今戻ってこられて、はい、まあ、プレーもされて、まあ、今こちらで、生活もまた始めて帰ってきているということで、
こうサッカーファミリーの力みたいなものが感じられましたね。チームワークファミリーの活動を、はい、J リーグがやってたりとかもしますけど、代表もそうですけど。そうですね、まあ、当時は本当にみんな、ね、やっぱ避難所生活の方も多かったですし、ただ本当に今でもそうですけども、まあ、辛い思いというのをまだ持っている方もたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方の気持ちというのもありますし、まあ、その中でやっぱりスポーツというかサッカーというものは なんていうんですかね、まあ、そういうもので少しでも、うん、ちょっと時間でもそういうものを忘れられるっていう時間というのはサッカーとかスポーツにはそういう力があると思いますし、まあ、そういう意味で元気は、ね、みんなサッカー通して元気を与えられたらなっていう思いで、はい、活動しました。ジュビレッジがこうやって復活したっていうのも、はい、嬉しいニュースですね。そうですね、僕自身そうですね、小学生、中学生の頃からジュビレッジに通ってプレーしていましたし、そうですね、震災のね、震災後はちょっとその震災の拠点として使われてたっていう光景も、見てますし、まあ、あそこからね、またサッカーができるっていうのはすごく嬉しい、嬉しく思いますし、またここから、ね、世界に羽ばたいていく選手が、ね、出ていくことを楽しみにしています。ありがとうございます。双葉未来学園高校のサッカー部のですね、佐原監督にお越しいただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。2015年に学校が始まったということで、はいはい、まだ新しい学校、そうですね、はい、その中でもサッカー部もあるということで、部員はどれぐらい、今はまあ3年生が卒業して、はい、1、2年生で37名で今活動しています。それ男女、いや男子だけですね、女子は女子で、はい、15、6名で、はい、活動しています。加藤さんが目指すチーム作りっていうようなところありますか？掲げて、まあ、生徒たちに強く教えてることというか、まあそうですね、まあ、自立した、まあ、人間を育成するっていうことを、まあ、チームの、まあ、目標として、まあ、サッカーから人間性を学ぶっていうのを一番テーマとして、でその中で結果がついてくればなおいいよねっていうことで、活動の方はやっています。まあ、その中で J ビレッジが、まあ、昨年まあ、再スタートを切って、はい、この4月には、まあ、全面再開というのを控えていて、で、まあ、その中で地元中の地元、そうですね、の学校ということにもなると思うので、はい、まあ、もちろん施設の利用とかもそうかもしれないですけど、そこでまた他の学校と交流を高めているかもしれないですし、ちょっといろいろな、はい、ビジョンを描けるのかなと。そうですね、まあ、開校した時にはまだ、はい、ここは復興の拠点になって、まあ、原発の復興の拠点にまだなっていた状況で、まあ、うちの生徒たちも、ここがまあ駐車場になっている姿であるとか、まあ、スタジアムに作業員の仮設の宿舎が建っているところとか、まあ、そういうのを見て、学校生活を送ってきたので、昨年のまあ、J ビレッジの再始動っていうのはすごい子どもたちにとってもこう希望にやっぱなりましたし、で実際に再始動していろんなチームがこう来ていただいて、まあ、その中でうちの高校も声かけていただいたりとか、やっぱり一番近くにある学校ですので、ここが再始動したのはすごい大きいことであって、それがやっぱり浜通りにとってもすごい大きいことだったなっていうふうには感じてます。まあ、選手権ではまあ、少子高校が、まあ、全国ベスト4まで行ってというところで、はい、まあ、近年も目覚ましい活躍をしているというところが、まあ、県の中の、まあ、今一番だと思うんですけど、はい、こう福島県全体としてもそこに追いつけ追い越せっていうね、これで J ビレッジも始まって本格全面再開ですね。はい、まあ、少子高校全国大会で3位になって、中村監督さんもおっしゃってましたけど、やっぱ J ビレッジの再開でここでいろんなチームとやらせてもらったことが評価につながったり、子どもたちの意識にすごいプラスになったっていうふうにおっしゃってましたし、
福島県全体としても J ビレッジがまたスタートしたっていうことはサッカー界においてもそうかもしれませんけど、まあ、地域とかそういう地元っていうふうな他のサッカー以外のところに関してもやはりいろんなこうプラスの効果があるなっていうのは感じています、ね、ここからまたさらにもうブーストがかかって好循環にそうですね、はい、どんどんなっていくんじゃないかなっては思います、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お忙しいところありがとうございます、はい、JBH 副社長の上田さんでございます、はい、あの2月の下旬はですねなでしこジャパンが来てくれて、はい、ここでキャンプをしたっていうところでその時にちょうどあの小学生年代のチームが来て、練習をしてるとかあるいは中学生年代が来て練習をしてたりあのグラスルーツからトップまでっていうところとそれと他のスポーツでアルティメットが来てくれて2面はアルティメットを使ってるとかですねそしてあの1番2番ピッチは J3 の福島ユナイテッドとかグルジャーとかそういったところが来てやってくれてて非常にそのいい景色をこれ眺められたっていうところなんですよね。その本当に理想的な形で、ピッチが使われてるっていうところがありましたね、まあ、その全面オープン前という意味では、まあ、最後は 3-1-1 にもなるというところで、うん、はい、まあ、3-1-1 だから思いが変わるっていうことはないと思うんですけどこれまでずっとその思いをされていらっしゃると思うので、はい、まあ、あの311っていうとやはり震災の被災された方々あるいは被災した土地その時にどう感じたかっていうところは私はその時にはいなかったのでその辺は軽々しくちょっと言えないところはあります。でただ2013年にこの立場になった時にはもうすでに駐車場になっている。そして、ここはその中継拠点になっているっていう状況でしたから、それからこう復旧してきたっていうところでこの景色を見るとなんか前が駐車場だったりとかそういうところを忘れてしまいそうなぐらい綺麗になってるんで、ただそこにこういう景色に持っていくには工事の関係者ですとか いろんな方面の方々のご尽力があってここまで治ったっていうところがあるんで、まあ、そういう感謝を忘れずにやっていきたいというふうに思ってます。ちょうど今日のイベントでもサッカーとクリニックを同時で音楽だけじゃなくやっていて、まあ、その中で双葉未来学園の監督さんにちょっとお話を伺ったんですけど、まあ、こういったところの拠点があって、子どもたちのこう活気もまた出てきて、で、まあ、例えば尚志高校が近年好成績を残したりっていうのがあってっていう、まあ、福島県のサッカーがこういいまた循環に戻りつつあるのかなというような感じもあるんですけども、やっぱり手応えとして皆さんも感じられていらっしゃいますか。もうそこは我々の目指すところでもありますし、ここがやはりそのこう使っていただくことで、福島県のサッカーの振興に、貢献するというか、そういうことができれば ありがたいことなので、まあ尚志高校も昨年はここ4回来てくれて、そして高校選手権では本当に内容的にも非常に素晴らしいサッカーをやってくれたので、これからが楽しみだと思っています。で、まあ、4月に、全面、再開と、こういうことになりまして、まあ、今も準備も着々と、はい、進めていらっしゃるかと思うんですけれども、うん、こうそこでまた気持ちとして変化があるっていうところはあったりするんですか。その再開とこう全面再開と、はい、またちょっと少し、ね、異なる部分もあるかと思うんですけど、まあそうですね、全面再開と、まあ、一部再開の時とどれくらい違うかというとそんなに大きな差はないんですけども、やはりここで全面再開っていうからにはやはりもう一度ここからスタートするんだっていう、そういうそのくらい、まあ、気を引き締めてやっていきたいと思っています。駅もそうなんです、いよいよ、はい、まあ、駅ができて今まで車でしか来れなかったっていうところが格段に改善されるんで、我々もやはり集客できるようにして、まあ、JR も使っていただくというふうにしていきたいと思います。
先ほどあのなでしこの合宿のお話も触れましたけれども、まあ、東京オリンピック、うん、がまあ来年に、控えていて、当然まあこちらも日本代表がオリンピック代表が使うと、はい、こういうこと決まっていて、まあ、そこまでにしっかりとやっぱり全面再開できると、こういうことも、まあ、ここまでしカレンダーを立てて、それよりも何ならちょっと前倒して進められたっていうことも結構大きいのかなと。そうですね、はい、ですからやはりあのここが時間的な目標ができたのはやはり、オリンピック・パラリンピックの東京開催が決まってからっていうのが大きかったので、そこからこうやはり目標が定まって、復旧が加速したっていうところがありますので、オリンピックは本当に大きかったですね、はい、代表を強化するにはユース年代を強化していかなきゃいけないところもある中で、それを福島県でもということで、そして他の全国からもやはり JH においでいただいて、そういう強化に貢献したいと思ってます。はい、すみません、お時間頂戴しました。どうもありがとうございました。